やるっきゃねえよな。いないのか、生きてる奴はいないのか。シュード、ピピ、コルカス、切り込みたい。キャスカどこにいるんだ、返事をしろ。ずる賢く逃げ回ってるんだよな。だからいないんだよな。出てこいよ、早く。生命力が強ければ強いほど、あの子の苦悶が続けば続くほど、それは新しい闇の命のかけがえのない糧となるの。あいつは化け物だ。勝てるわけがねえ。Oh, yeah.
いつのことだ。きっとでかいやつ相手に踏ん張ってんだろう。火星に行かねえと。器用なお前なんだ。うまいこと切り抜けてるんだろう。返事くらいしろよ。どこだ？何やってんだてめえ。なんだと。
だわ。この坊やが一族になったなら素敵でしょうね。だが奴はインガリツによって選ばれてはいない。一族にはなれん。そっちはダメだ。そっちはやめんだ。ジュド、コルカス、ピピン、ダメだ。行くな。引き返せ。行くんじゃねえ。ここはどこだ。ガッツ、目が覚めたんだね。もうダメかと思ってた。4日もピクリとも動かなかったから。私んちの裏山だよ。ね、父ちゃんの行動っての。不思議なことばかりで、俺何がなんだかさっぱりだよ。ねえ、あの竜巻の中で一体何があったの？グリフィスの救出は？この怪我は？他のみんなはどうなったの？他の？キャスカは？キャスカはどこだ？キャスカお姉ちゃんならあそこだよ。ほら。キャスカ。キャスカ。何の真似だよ。もういい。もう終わったんだ。わからないんだ。ガッツだって覚えてないんだ。ガッツのことも俺のことも。ダメだよ。今無茶したら命に関わるよ。それに外には絶対出ちゃいけないって。あの人が。心するがよい。これがこれからのお前の世界。宇津世と隔離世の境界、狭間の世界だ。それはこの地をさまよう死霊どもだ。死してなお生命に執着する亡者たち。お前の熱き血肉を欲して群れ集ってきた。こやつらにとってお前は暗闇の松明。さぞや愛おしく眩しげに映るだろう。これがこれからお前が歩まねばならぬ現実だ。肉の体には目にすることのかなわぬ異界。互いに重なりながら触れ合うことのない二つの世界の狭間にお前は立たねばならぬ。それが生贄の烙印を受けた者の定め。定め、定め、定め、定め。うるせえってんだ。下り顔でご託を並べるのは、俺が取り殺されてからにしてもらおうか。見つけたのだ、もう一つの松明を。松明？行きますか。
生贄だ、クモスだ、サダメだ。お難しい理屈並べてんじゃねえぞ。要するにこいつは戦だ。いつもと何も変わっちゃいねえ。戦ってのは最後に立ってたもん勝ちなんだよ。いいか、てめえら今地獄に叩き返してやるから、あの顔色の悪い連中に言っとけ。殴られたら必ず殴り返す。俺を食い残したのが貴様らの運の尽きだってな。貴様らもあの腐れ化け物どもも一匹残らず俺が狩り殺す。これが海鮮の呪しだ。何だ、一体何なんだ。奴ら人外の者どもに仇なす者、そうとだけ言っておこう。あの裏山に運んだのはあんたか。あの場所のことは誰にも話したことねえぞ。さてな、私はただ安全な地にお前を運んだだけだ。あの山はかつて妖精どもの住みし地、闇の者どもから身を隠すにはうってつけだ。悪霊どもを近づけたくなくば、あの場所を離れてはならぬ。道の水行、あるいは深き森に足を踏み入れたならば、亡者どもが群れ集まってくる。おい、ちょっと待て。ってことはこの先、ずっとあの穴蔵の中にいろってことか。職を生き延びたるは紛れもなくこの力ゆえ。大丈夫か。その娘の子だ。その娘、子を宿していたのだ。その宿したばかりの形にもならぬ胎児に魔が取り付いた。おそらくあの新しきゴッドハンドによって、それは生まれながらに魔の差がを受けた呪われし子だ。それじゃこいつは。
待てよ。殺しておいた方がいい。それは人の子にあらず。いずれお前たちに災いをもたらすぞ。うるせえ。ちょっと待てよ。違う、こいつは魔物だ。仲間を食い殺し、キャスカをこんなにしまった魔物は一匹。そうか、お前の子か。塵になったわけではない。他の悪霊どもと同じ光に追われ、より隔離用に近き場にずれたのだ。いずれまたお前たちの前に姿を現す。子は親を慕うものだ。魔は魔のやり方でな。さらばだ。我らもまた相まみえることもあるだろう。エニシがあらば、人外どもを追うならば、その烙印の導きに従うことだ。それは強き魔に感応する。だが心するがいい。お前の行くは夜の道。闇に潜る者どもと対峙するとき、お前自身もまた闇に身を沈めていることを。良き旅を、もがく者よ。生贄の烙印、それは闇の者に捧げられた生贄の証。眠れぬ夜の始まりだった。ガッツ、本当に行っちゃうの？ああ。ガッツは何も話してくれない。でも本当は俺分かってる。信じたくない、信じたくないけど、高野ダンはもう。キャスカに何も言わなくていいの？ああ。ガッツ、本当はね、本当は俺思うんだけど、ガッツはここに残るべきじゃないかって。信じたくないけど、認めたくないけど、高野団はもう、冷たい言い方だけど、もういない人たちのための復讐よりも、今はキャスカのそばに。終わってね。高野団はまだ亡くなっちゃいねえ。まだ俺たちがいる。この戦はまだ終わっちゃいねえ。キャスカを頼む。俺たちの対象だ。守ってくれよ。俺は切り込み隊長だからな。敵陣に切り込む。だろ。その日、死せる太陽があまねく国々の上にあった。黙示録に曰く、ごたび太陽が死せるとき、新しき古き名の都の西に赤き湖が現れる。それは、すなわち五番目の御使いが舞い降りし明かし、御使いは闇の鷹なり、罪深き黒き羊たちの主にして、盲目の白き羊たちの王、世界に暗黒の時代を呼ぶ者なり。これは、あ、それドラゴン殺しだよ。昔国王から不令があってな、ドラゴンを撃ち殺せるような剣を献上しろと。そこで俺は鍛えてやったのよ。言われたままにドラゴンをぶっ殺せる剣を。殺せるんですか？これなら
本当にドラゴンを殺せるんですか？ドラゴンってのがいりゃあな。おめえの友達は何やらドラゴンとでもやり合おう形相だな。やつには二の勝ちすぎる相手なんじゃねえのか？ドラゴンってのは人間の手に負えねえからこそドラゴンなんだぜ。うちの父ちゃん名工とか言って町じゃすんごく有名なんだから、何でも作っちゃう天才だったんだ。すごい。リッケルトもやってみたら？父ちゃんに教えてくれるよう頼んであげる。